ではまずはグリーンの細胞ガスに参りましょう。佐藤さん、とても、はい、こちらはですね、奄美大島でとっても尊敬されていた西郷隆盛さんにちなみましてですね、男の中の男、最高の男に来てほしいと、おられている西郷柄でございます。はい、とても品もあって、はい、男物というとかすりが、小さい細かいというのがやっぱり一番の売りでございまして、お召しになった時に体の曲面に合わせて表情がすごく豊かに上品になるかと思います。そうですね、帯もまたちょっと印象的な、含ませる感じではありますけど、とってもこれ締めた時にですね、この石吊りと呼ばれる作り方で、おられてますけれども、食楽浅野さんがプラチナボーイの糸を使って作ってくださった帯でございます。とっても存在感が出るんじゃないかなと思っています。シンプルな中にも本当存在感がありますね。羽織はこれはお召しになるんですか？そうですね、西陣でおられたお召しでございます。上品な雰囲気でまとまりますね。そうですね、少し外の方を濃いお色にしてですね、お召しですので、ちょっとしたお食事なんかにも出かけていただきやすいんじゃないかなと思います。そうですね、そうすると羽織紐はどんなものを？ちょっと特別に私どもで奥村幸喜さんという伝統工芸会に、金工をなさってらっしゃる作家さんにお願いしましてですね、梵字をですね、自分の守り本尊として身につけていただきたいと作った兵庫鎖の羽織紐でございます。いぶし銀の感じがまたすごく。そうなんですよ。男性やっぱりこういうちょっと鈍い輝きが好きでして、つけていただくと揺れも非常に上品で、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。大島にもよく合いますね。本当そうですね。ここは透かしになってますので、向こうにちょっと着物の柄色が見えてくるかと思います。いや、心にくいですね。そして帯をまた別なものに変えるとしたらどんなご提案がありますでしょうか？こちらは東京都の伝統工芸品でもありますが、木八丈、八丈島で作られる黒地に黄色で、島を織りなした格好帯でございます。またガラッと表情変わりますね。そうですね。シイの木を染料にした鈍いこの黒の、表情がですね、大島の光沢をぐっと引き締めてですね、男性ならではの渋い印象になってくるかと思います。少し気軽にも着ていただけそうな雰囲気ですね。そうですね。もともとやっぱり紬の帯でもございますし、この島がカジュアルな印象を出してくれると思います。羽織紐は？これも黒檀の木にですね、プラチナ箔を施しました特別な羽織紐をちょっと今回おしゃれに作っていただきました。多いと合いますね。ちょっとカジュアルな装いですけども、やっぱりおしゃれな感じが出るんじゃないかなと思います。そうですね、カジュアルの中でもちょっとワンランク上な感じがしますね。ありがとうございます。こうやって帯や羽織紐でがらりと変えて楽しんでいただけますね。